プレベザの海戦時におけるヨーロッパ艦隊の配置プレベザの海戦は1538年9月28日バルバロス・ハイレッディンの指揮するオスマン帝国艦隊とアンドレア・ドーリアが指揮するスペイン・ベネツィア・ローマ教皇の連合艦隊とによって戦われた海戦。イオニア海、レフカダ島沖が戦場となった。連合艦隊側は統制が取れずに敗走し、結果、 オスマン帝国は、クレタ、マルタを除く、全地中海域の正海権を握ることとなった。この優位は1571年のレパントの海戦で、揺らぐものの、以後も、オスマン帝国は、地中海での一大勢力であり続けることになった。しかしこの勝利には、オスマン帝国側に帰属した、バルバリア海賊の影響力なしにはなし得なかった。 1537年、バルバロス・ハイレッディン率いるオスマン帝国艦隊は、エーゲ海、イオニア海に浮かぶベネツィアの支配下にあった島々を、次々に占領し、地中海の政海権を着実に手にしつつあった。このような動きに対して、教皇パウルス三世、スペインのカルロス一世、ベネツィア共和国を中心とするキリスト教勢力は、アンドレアドリアを総司令官とする連合艦隊を、 結成して、オスマン帝国艦隊に打撃を加えようとしていた。キリスト教側の連合艦隊は、ベネツィアの拠点であるコルフ島に集結し、1538年9月、コルフ島を出発した。一方、オスマン帝国側は、アルタ湾の内側に集結していた。連合艦隊は、湾の入り口にあるプレベザに近づいたが、攻めきれないとミルや南方へ退く。 それに対しオスマン帝国艦隊は、連合艦隊を追跡し、レフカダ島沖で追いついた。連合艦隊は一旦は受けて立とうとしたが、人形の整わないうちに、オスマン艦隊の襲撃を受け、数隻の船がオスマン側に捕獲されたところで、アンドレアドーリアによる撤退命令が出て撤退した。結局、大した戦闘を失いまま撤退したので、連合艦隊の損害は、 さほど大きくはなかったが、キリスト教側は大きな失望感を味わい、また、オスマン帝国の優位を印象づけることになった。一旦、スペインなど、キリスト教側について戦ったベネツィア共和国だったが、再び、オスマン帝国との友好関係を築いた。ありがとうございます。